ニューギニア航空は、パプアニューギニアの国営航空会社である。1973年11月1日に、国内線と近隣諸国との国際線を運航する、国営航空会社として設立された。エアニューギニアが正式名称であり、民間の PNG 航空、パプアニューギニアエアとは異なる、航空会社である。尾翼に、国庁でもある。 極楽調が描かれている。2021年現在2007年8月にニュージーランド航空から長期リースしていたボーイング767機の契約が切れて以来、ビバマカオ、コンチネンタル航空、ホワイトエアなど様々な国の航空会社から機体を調達していたが、アイスランド航空から長期リースしたボーイング767機が2008年6月1日より、 運行を開始した。2010年8月から DHC-89-400 が1機、2010年8月よりボーイング767が1機追加導入された。アロタウ、ブカ、ダル、ゴロカ、ホスキンズ、カビエン、ケレマ、カイウンガ、クンディアワ、ラエ、リヒール島、マダン、マヌストー、メンディ、マウントハーゲン、ポポンデッタ、ラバウル、タブビル、タリ、 バニモ、ワペナメンダ、ウェワク現在、日本へは、首都のポートモレスビーより、成田空港に乗り入れているが、2018年9月から、週2便運航機材ボーイング737で、ミクロネシア中区空港経由便となり、同年10月からは、航空関連政治経済、運航乗務員調整等の様々な状況。 環境変化に対応し、運行調整運休対象路線となり、週1便の運行となる見込みであったが、事故による機材不足もあり、同年10月13日以降週1便の直行運行の運休減便対応となる。成田便は2002年4月に B 滑走路暫定オープンに伴う発着枠増により就航した。2010年3月まで週1便のみの運行で、 さらに増便を希望していたが、成田国際空港の発着枠が確保できず、実現していなかった。しかし、ようやく2010年春の増便枠を取得し、2010年3月からは、週に2便体制となっていた。成田空港では、第二ターミナルを使用しており、整備、貨物、旅客等のハンドリング所業務は、日本航空に委託している。国営企業ということもあり、 同社日本支社事務所は、パプアニューギニア政府観光局の日本事務所を兼ねていたが、2007年から、株式会社、アルコネット、日本地区総代理店による、ニューギニア航空単独の事務所となっている。当初は、千代田区神田神保町にオフィスを構えていたが手狭になり、2004年4月に、東京都千代田区区段南1丁目6番17号、 千代田会館6階に移転した。成田空港内のオフィスは、同社便の運行される水曜日、土曜日のみの営業で、空港上中の社員はいない。かつて、鹿児島と福岡にボーイング707で乗り入れていた。また、関西国際空港開港後、関西国際空港にエアバス A310 で就航していたが、すぐに運休となった。ありがとうございます。